離島圏は中国四川省関西チベット族自治修西南部に位置する圏。チベットの仏教史上重要な人物がリタンの地で生まれている。ダライラマ七世、ダライラマ十世、モンゴルの活物ジェプツンダンバホトクト、ラプランテラノジャムヤンシェパゴ世などが主な人物である。チャムチェンチョエコルリンデラなど重要な寺院もある。リタンの町は、 海抜4014メートルという高原地帯にあり、チベットのシトラサより400メートル高所にあり、世界でも最も高い場所にある町の一つである。町の周りは開けた草原地帯で、その周囲は雪をかぶった鉱山に囲まれている。1950年代は、チ中市ガンドゥクなど、チベット人の中国政府に対する武力闘争の中心となり、チベット人側は中国人民解放軍に、 多大な損害を与えた。これに対し、1956年3月29日に、人民解放軍はソ連から供与されていた2機の戦略爆撃機、スマイナス4によって、住民や僧侶が立てこもるリタンの寺院への空爆を、強行して2000人以上のチベット人を殺傷している。リタンでは、現在も中国政府に対する反発は根強い。 2007年8月には多くの観光客や洋人が集まる競馬祭の開幕式において、ルンギエアダクという男性が独立を訴える演説を行い拘束され、解放を求める市民と公安とが衝突する騒乱になった。2007年秋には中国政府はリタンで大規模な愛国教育キャンペーンを行い、ダライラマ14世に対する批判運動や公安による 独立支持者に対する捜索、逮捕などが続いた。ありがとうございます。